えー、2023年、えー、っと、えー、12月24日、えー、13時46分、まあ、昼過ぎなんですけども、まあ、本日も晴天なんですけども、あの、まあ一応、布団もは畳んで、えー、掃除して、えー、雑巾がけですね、もう一度引いて、あの、もう暖房は朝晩だけで今、オフにしてる状態で、まあまああのー、 まあ、寒波は来てるという話なんですけども、まあ、もともとその話もね、あのー、クリスマスに雪が見たいだのなんだろうの話なんですけども、もうエネルギーの残存量問題で却下。で、<laughs> まあ、こたつがなくとも、まあ、ストーブはつけてなくても、まあ、今、 さっきそこまで行って委員会見てたんですけども、まあ気づいたことだから早く撮影しようと思って、えー、撮影してるんですけども、もう布団に入っていて、この直射日光、直射日光をこう寝転んでいて、まあこあれ、こういうふうにまあテレビ見ていたとしましょう。で、浴びてる状態。まあこれがね、非常に肌が焼けそうなくらい暑い。 <laughs> 本当、本当、本当、本当に熱いんですよ。で、えっ、ー、とね、暖房をオフにしていても十分ですね。まあ、ただし、あの、服装はこれぐらいの厚着。あれ、えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、これど、どうしたらいいかな。えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。中セーター着てますああ。こういうふうな形で、あの、まあ、ズボン、まあ、あの、パッチと呼ばれる。 まあ、あの下着の、あのーまあ、足首ぐらいまであるああいう白いものとそれにズボンを2枚履いています。崩したン2枚と、まあ。こういうふうな形で、まあ、エネルギーの残存量問題対策世界中の人を全員 <laughs> 冬に行ったらあ南半球と北半球で季節違うんですけども、まあ、まあ寒いとき、まあ、こういうふうに対応してもらえる。 もらえれば大分状況変わるんじゃないですか？ということです。今年えー、今年というか、まあまあ今年の冬まだ風呂沸かしていません。全てシャワーのみです。これコツがあるんですよ。風呂場をあのー。まあ、ストーブで、えー、脱衣場を温めておいて。あとは、えー、シャワー。えー まあ脱水場を温めるのが、えー、うまい方法は例えば1000ワットと800ワットのストーブ2つを利用して1000ワットだったら15分かかるところを2つのストーブを利用すると5分で温まると、まあ、こういうふうな形ですんで、えー、5分で温めて、まあな,んなら筋トレ、えーまあ、特に力仕事してない人とか、えー、そのシャワー浴びる前に、えー、腹筋を立てて背筋を、えー、15回ずつでもいいじゃないですか、まあ、できる人は30回ずつストレートでお 行ってえーまあ、絶対無理だとは思うんですけども2分以内に、あのー、腹筋を練ったり背筋をあの30回ずつ、あのー、背筋の時に気をつけなければならないのは、えー、足の指の爪が <laughs> こう, <laughs> こう <laughs> 下にこう <laughs>。 畳みというか、引っかかりそうになって、ものすごく痛かったことが僕、痛いた経験あるんで、そこだけ気をつけていただいて、あのー、行えば一気に、あのー、血流は上がりますんでね、あのー、体温上昇しますんで、脱水時温めておいてからですよ、でそれで、えー、シャワー、えー、を浴びて終わらすと。 やっぱり、えー、お風呂1杯160リットルぐらいの湯を張ると思うんですが、まあ、す,すごく切り詰めて140リットルぐらいだと思うんですけどもあのやっぱりそれだけの湯を沸かすっていうのは太陽のガスを消耗しますんで、まあ、みんなで、ね、これを行って。<laughs> しっかりと行えた国からあの貿易収入があって、まあなかなか、なかなか本当に全員行ったらなかなかバカにならない数字なんですけども、ただそれは北海道や東北や北新越の皆さんや標高がものすごく高いところの人たちは、まあまあちょっとその辺はご自分でご判断をということですね。えー、呼びかけてみました。以上です。まあ、お金が結局浮きますんで。えー まあまあこういう風うな節約法もありますエネルギー的にも経済的にも以上です